共存と決断を下せない奴は考えすぎか何も考えていないかのどちらかだな。君は一体どちらだ？ほう、君は天才クラブにでも入っているのか？そうでないのなら何を得意げになっている？アホがアホなのは自分自身を知ることができないからだ。君はそうならないように祈っている。決断を下せない奴は考えすぎか何も考えていないかのどちらかだな。君は一体どちらだ？それを認められるだけで君は他の大多数の人間よりも利口だな。アホがアホなのは自分自身を知ることができないからだ。君はそうならないように祈っている。